はい、改めましてコニーと松岡ひそくです。はい、コニーと岡谷の愛です。はい、ここからの時間はトリプル効力の特別企画、めくり出会うキーワードをお届けしたいと思います。うん、ね、なんかいろんなの、ね、なんかさっき大西ちゃん許すまじみたいなことカイト君が言ったけど、ね、え、どういう形式でめくろうかな。そうだ、トランプっぽくやるのはどう。あー、ゲームっぽく、うん、ノーゲームだね。引いてくれる。じゃあ、はい。でもね、許すまじって言ったらさっきのカイトのやつも相当許すまじだよ。なんかね、さっきね、聞いててね、なんか似てる、なんか似てるって思っててだったね。本当に、どうしようかな、どれがいいんだろう。ん、え、どうやって、ババ抜きみたいになってるね、なんかババ抜きっぽくやってみる。うん、はい。なんかね、どれもね、うん、面白そうだよ。引かせたいものを選ぶんじゃないよ。そう、ゲームでもなんでもないからね。ねえ、ねえ、おかしくない。一つおかしい、一つだけおかしくない。ちょっと、いや、まあ、これがいいの。ちょっと待ってよ。今回のイベントで一番親しみやすさを感じるのはどなたですか。これねえ、これ結構重要な、これね、え、これさ、え、誰の質問なの、これ、うん、これはね、多分後で言った方がいいんじゃないかな。本当？うん、多分ね、これ書かれてないんだよ。だから多分相当なんかこうヤバい人が書いたんじゃないかなっていう。うん、ちょっと待って待って待って。おい、ちなみに誰？ん？いいの？カイト君？あ、親しみやすさっていう。そうそうそう。いや、このイベントで一番親しみやすさ感じるのは、でも女性と男性で二人いてさ。意外と同列なのね。だからそれで言うと、今日は久々にカイトに会ったっていうこともあって、うん、カイトの方にちょっと軍配が上がってるんだけど、うんうんうん、カイト、いや、違うんだよ、違うんだ、いや、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、いや、違う、そうじゃない、ほんとそうじゃない、ほんとね、そう、いや、すみません、ほんとカイトさんですよ、ほんとにほんとにすみません。何その言わされてるか。いや言わされてない。もうそれはね、まだ本当よかった。これ本当にこんな一緒の T シャツまで着てそんな仲良くありませんとか言われたら、いや違う違うってなるよね。まあね、ちなみにね、これ書いた人間ね、うん、え、誰。松岡くんじゃん。いや、これちゃんと考えたんだよ。うん、ちゃんと考えてね、うん、誰にもこうダメージがないように来たの、書いたので、まさか自分にブーメランが返ってくるなんて思ってなかったから。なるほどね、うん、じゃあ次自分だから。じゃあなんかどれがいいかな。どれがいいかなって選ぶの。おすすめはでもあげといてね。これだって自由にやっていいって言われたからさ。ちょ、マイク通してもらって。そうだね。でもこれで言っとる、やっぱりな。なんかいいのある。これじゃないかな。すごいわかりやすいね。オッケー、じゃあこれね、うん、おー、これさ、うん、ちょっと待って、うん、I love 〇〇の〇〇の部分に入れたいものは、うん、これだって信長くんでしょ。何先に言えたよ。もういつもカイトくんと信長くんのことばっかり。だからさ違うんだって。違うの、ほんと違うんだって。ね、わかるでしょ。ほんとになんでこんな汗かくんだろう。ちなみにこれはしかも私の質問だから、ね、嘘でしょ。本当だよ。私がなんかね、キドちゃんとかにアイラブなんとかって可愛く答えてもらいたくて私はこれを書いたのに。だって私たち答えてるから ね、まあ、ラジオ聞いていただいている方はね、分かると思います。お互いがお互いに返ってきてんだもんね。しかも全く本当にこれ、あれですよ、そうそうそう、見えないようになってるんですよ、皆さん。え、テープまで貼ってあって、もう一枚いいって。これ見てください、これ。そこ見せなくてもいい。ねえねえ、じゃあ
これ見えないですよ。最後に1枚だって。どれにする？なんか神経衰弱みたいになってきてるな。よし、6枚の中でね、いいよ選んで。本当に？うん。じゃあ嫌な顔するからこれかな。お、なになに？はい。今回のイベントに不安要素はありませんか？こんなの書いたのって自分だよ。いやー、松岡君持ってるね。さすがだね。しかもね、うん、こうやって実はね、事前にね、うん、2つ書いてくれって言われてんの。そうだよね、2つしか書いてないんだよ、うん、2つとも書いてたんだ。いや恐ろしい。やっぱりほら自分に返ってくるんだね。不安要素あるの？いや、あのね、意外と、うん、結構シビアに考えてね、うん、この問題だけはね、シビアに考えて、うん、ね、この不安要素ありませんかって言って、みんなが不安要素がないって答えたら、うん、やっぱこう、あーよし、ちゃんと頑張ろうって思うじゃん、うん、これが自分に返ってきたら、いやもう本当自分不安ですって言うしかないんだよ。松岡義嗣が不安ですって言うしかないんだよ。そっか、不安要素がいろいろあった、うん、そう、不安要素がね、たくさん、たくさん、いや、たくさんじゃない、たくさんって言うと、うん、皆さん不安にさせてしまうから、ね、そう。でもさっきもね、裏で一生懸命こう練習してたもんね。そう、そう、いや、大丈夫、松岡くんがいればね、みんな大丈夫だよね。じゃあ、気を引き締めて、こんな感じでいいかな、はい、じゃあ、以上、めくり出会うキーワードでした。ノーラジオノーライフ。ゲーマー兄弟。